2025年開催の新方式のサッカークラブダブルハイアメリカ大会がヤバすぎる。アメリカは25年にクラブダブルハイ、26年にダブルハイ開催へ国際サッカー連盟 FIFA は6月23日に理事会が開催され、2025年に32チーム開催に拡大されてからの第1回となるクラブワールドカップダブルハイの開催地が米国に決定したことを発表した。その大会だが、FIFA の肝入りで25年からは世界中から各大陸のトーナメントで好成績を収めた32チームでの開催が決まった。アジアの選出方式では、すでに浦和が今回の ACL 優勝で25年のリニューアル初回への出場権を獲得している。26年には代表チームのダブルハイが米国、カナダ、メキシコの3カ国共催で行われることが決定しているだけに、米国では2年連続で世界的なトーナメントを開催することになる。出場チーム一覧。メッシ率いるマイアミ優勝したら草。セルヒオ・ブスケツもマイアミ行ったぞ。アメリカサッカーに本気出しすぎやろ。2023メッシ加入、2025新クラブダブルハイ、2026ダブルハイ、アメリカサッカー始まりすぎ。MLB 抜いてしまうん。大会に参加するだけでクラブが40億円もらえるという報道もあるらしい。アメリカはアメフトのスタジアムあるから新規に作る必要ないもんな。チェルシー出るの。浦和レッズが優勝したら世界一の名門名乗ってええんか。今のクラブワールドカップほんまつまらんもんな。欧州勢はやる気ないし。普通におもろそう。MLS 行く理由も増えたな。三浦和義が参加した層にこちらを見つめている。ヨーロッパは2軍で来るか？ガチ面白そうすぎる。これ CL 優勝した4年後に2部降格してても出られんの？サッカーが普通に一番稼げると気づき始めたな。アメリカサッカーほんま盛り上がってほしい。 MLS とアメリカ代表が世界一になったら痛いんもなくなるでマジで。ダゾーンは MLS やれやと思う。あとサウジベルギーとか需要ないの分かってほしい。このタイミングでメッシをアメリカに呼び寄せてるしサッカー興行がうまいな。イニエスタもアメリカ行きそう。25年の大会参加クラブチームがもう決まるってさ。サッカーって移籍も激しいのに大丈夫なんかいな。インテルマイアミ出るんやな。メッシとブスケツ出られるやん。アメリカがスーパーリーグやからね。サッカーも欧州とかいうオワコンにいる意味がない。アメリカは世界一のエンタメ国家なのさ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。